内田博之、内田博之、内田博之、1970年7月26日隊は、日本中央競馬会の騎手。福岡県水間郡水間町、現、久留米市出身。妻は元フリーアナウンサーの鈴木文子。兄の内田朱一も佐賀、川崎に所属し、通算527勝を挙げた元騎手で、元プロサッカー選手の内田智也は重低にあたる。 地方競馬時代には、大井競馬場の荒井高市級舎に所属。2008年に JRA に移籍。移籍時から、美穂トレーニングセンターの島田純級舎に所属し、2011年5月1日付で、フリーとなる。地方時代の勝負服の柄は、ドアを、石山型一文字、袖二郎、詳細は口述。父が、体操選手だった影響もあり、 小学校低学年から体操教室に通う。一緒に通っていた兄が中学卒業時に教室を辞めたため一人で通うのは無理と判断し、同時に体操教室を辞める。進路を決める中学3年生になるも体操への道が諦めきれず、春春するが再開しても周囲とのレベル差がありすぎることを理由に諦める。自宅の近所に二歳馬の順置をする施設があり。 手伝いを通じて競争馬に親しむ機会があった。その後、当時佐賀競馬の騎手となっていた兄の周一の縁で、当時の佐賀のトップジョッキーであった、的場信弘から、大井競馬の調教師の松浦備を紹介されて、上京、松浦の旧舎にて一年の修行の後、地方競馬教養センター騎手課程で2年を過ごす。1989年4月6日にデビュー。 初マドンナに起乗、7着。初勝利は、同年5月7日に挙げる。当初は、松浦備内級所属。初重賞勝利は、1991年12月30日、ドラール王冠に起乗した、ロジータ記念。その後赤間性昇級者へ移籍して、赤間の下で徹底的に鍛えられ、1990年代には、終える若敵手,手として、 南関東地区では知られる存在であったが、的場文みや石崎高行をはじめとする南関東のトップジョッキーたちの中にあっては影が薄かった。また、自身の騎乗場で重傷を勝つチャンスがありながら、騎乗停止処分でレースに騎乗できなくなり、乗り換わった騎手に重傷を勝たれたこともあった。しかし2000年頃から南関東リーディングの上位に進出するようになり、 リーディングトレーナーである、船橋、川島正幸級者の主戦騎手として、2004年には385勝、国家中央競馬28勝、京馬トは、石崎時代に終止符を打つ、初の南関東リーディング獲得、同時に、初の地方競馬全国リーディング獲得で、ノールグランプリ最優秀騎手賞受賞。2005年には465勝、他に、 中央競馬で31勝を挙げ、2年連続の南関東リーディングジョッキーとなった。その上、南関東地区の4競馬場、大井競馬場、川崎競馬場、船橋競馬場、浦和競馬場ごとのリーディングをもすべて獲得している。同年には通算2000勝を達成し、名実ともに地方競馬を代表する現役騎手の一人となった。また、 同年3月26日に開催されたドバイワールドカップにはアジュディ・ミツオーと共に地方競馬からの初参戦を果たすが6着に終わった。2006年にはアジュディ・ミツオーとのコンビで南関東公営上半期のコバ統一 GI を完全制覇。7月に入ると12日にはジャパンダートダービーをフレンドシップで制覇。18日には南関東史上9人目。 現役では4人目となる通算2500勝を達成した。10月には佐々木武美の不滅の金字塔と言われた3年連続400勝突破を達成。12月の全日本2歳優勝では後に地方競馬所属として史上最高獲得賞金を習得することになる振り大袖レースを制し年間500勝を達成した。また十八日の浦和競馬第十一競争で 当選万歩に起乗して勝利し、佐々木の持つ年間505勝の日本記録を塗り替え、最終的には524勝まで勝ち星を伸ばした。2007年9月5日に大井競馬場で史上16人目となる地方競馬通算3000勝を達成。2008年度の JR 駅市面挙手権を受験することを宣言。2008年、 すでに中央競馬で2年連続に10勝を達成していたため一次試験を免除され2月上旬に行われた二次試験を受験して合格3月1日付で日本中央競馬会所属騎手となった地方競馬全国協会の騎手として最後の大井競馬場での騎乗となった2月22日には総公会が行われ地方競馬全国協会の騎手として 最後の騎乗地となった川崎競馬場では2月27日に内田博之騎士よる会が行われた。地方競馬全国協会の騎士として、最後の騎乗レースは同日のエンプレス杯となり、ラピットオレンジに騎乗して6着、中央遺跡までに地方競馬通算17,680銭3,153勝の成績を残た。 中央競馬の初起乗は1993年7月25日の新潟競馬4歳未勝利戦で同日試行の BSN オープンでドラール王冠への起乗に伴うもの同じくドラール王冠のオールカマーで中央競馬の重賞競争初起乗となるまた1995年には当時試行されていたヤングジョッキーズワールドチャンピオンシップにも参戦以降も 企業機会を確保できれば、中央へ積極的に参戦する姿勢を見せており、重賞は2003年の共同通信杯をラントゥザフリーズで、2005年のニュージーランドトロフィーをマイネルハーティーで制している。2005年の朝日杯フューチュリティステークスでは、スーパーホーネットに起乗して2着となった。2006年3月4日の中山競馬第11。 競争で同年より重傷となったオーシャンステークスを船橋競馬所属のネイティブハートで16頭立ての14番人気という低評価を覆して勝利。さらには同年4月2日の中山競馬で地方競馬所属騎士として初の12競争中6勝するという快挙を成し遂げ、8月20日の新潟競馬第7競争でアナナスに起乗し JRA 通算百0 0勝を挙げた。 9月30日には JRA 年間56勝を達成し、それまで安藤勝美が有していた JRA 所属外騎手最多勝を記録である55勝を更新した。この年はそれから5勝を追加して JRA 年間勝利数を61まで伸ばし、中央競馬リーディング16位の成績を残した。年末には有馬記念にドリームパスポートで初参戦している4着。 2007年2月18日のフェブラリーステークスで船橋競馬所属のアジュギミツオーに起乗し14着に敗れるが同年5月6日の NHK マイルカップではピンクカメオに起乗し初めての中央競馬 GIQ 競争を制覇した2008年3月1日付で JRA に移籍するとその日の中山競馬第一競争をシャドーランズで制し 2006年の岩田厚生に次ぐ二人目の地方競馬からの移籍後初騎乗初勝利を挙げた。3月5日に関東地方公営競馬協議会によって交流競争などにより南関東公営競馬で騎乗する際には従来指定していた騎手服を使用することが可能と発表され、JRA 移籍後も南関東公営競馬での騎乗の際には従来の騎手服を着用できることになった。 翌3月6日には、船橋競馬で JRA 一籍後初めて、古巣南関東に参戦し、三勝を挙げた。4月27日、レッドアゲートで第43回フローラステークスを制覇し、JRA 所属騎手として初の重賞勝ちを収めた。続く5月7日、船橋競馬東京ワンカップでギャンブルオンミーに騎乗して勝利し、 遺跡後初の南関東公営の重賞制覇も達成した。6月29日に、エイジンデピューティで第49回宝塚記念を制覇し、JRA 所属騎手として初の中央 GI 勝ちを収め、10月26日には第69回菊花賞をオーケンブルースリーに起場して優勝し、JRA のクラシック競争制覇を達成、12月17日の 第59回全日本に最優秀に勝利。11月9日には、自身初の中央競馬年間100勝を達成し、最終的には123勝を挙げ、関東騎手リーディング1位、全国リーディングは2位とな。2009年1月27日、川崎で行われた、佐々木武美カップジョッキーズグランプリに、中央美保所属騎手代表として出場し、初優勝。また、 シャーガーカップに招待された。最終的に146勝を挙げ、中央競馬の総合リーディングジョッキーとなり、騎乗機会も975回の JRA、新記録、当時となった。2010年も年明けの開催4日で8章を挙げるなど好調をキープしていたが、1月11日の中山第四競争で9頭が巻き込まれる、大規模な落馬事故、9頭落馬事故に会い、 後続の馬に蹴られた際に、左前腕部を骨折、治療のため休養に入る。2月21日に復帰。復帰初日は、フェブラリーステイクスのみに起乗し、サクセスブロック券で3着となっている。5月30日、第77回東京優秀で栄心フラッシュに、起乗して優勝、ダービージョッキーとなった。JRA の東京優秀と交流の、ジャパンダートダービー。 南関東、大井の東京ダービーともに制した木としては、史上初となる。最終的には、中央のみの勝利数では118勝となり、横山のりひろに1位を譲ったものの、中央と地方交流を合わせた勝利数では125勝となり、全国1位となる珍しいケースとなった。よって、JRA 賞最多勝利騎手は内田が受賞することとなった。 2011年5月1日付で、島田準休者所属からフリーになった。5月11日の大井競馬で落馬。頸椎馬突起骨折の重傷を負い、35勝に終わる。2012年に入り1月28日の東京競馬で8ヶ月ぶりに復帰。4月15日の札幌賞をゴールドシップで優勝。これにより内田は、 j r エボバクラシック三冠競争をすべて制覇。また南関東公営ボバ三歳三冠競争。羽田坂月、東京ダービー、ジャパンダートダービーと合わせ、中央と南関東公営の三歳、ボバ三冠競争すべてを制覇したこととなる。8月には12日に赤夜記念を14日にクラスターカップを16日にブリーダーズゴールドカップをそれぞれ制し、 同一周で重症参照を記録。これは福永祐一に次ぐ国内史上二人目で地方競馬の重勝を含めた同一周重症参照は史上初である。太字は GI 競争。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。